どうも、ドラケンです。ってことでね、なんと、ドラケン装備&ゲーボルグ、見事に、揃いました。おめでとうございます。ってことでね、まあ、総中魂ってことで、ついでに最近始めた、あまり使ったことのない武器シリーズってことでね、そちらの方第3弾になりますかね。この武器と装備でやりたいと思います。で、総中魂もほとんど使いませんので、わかりません。まあ、なんとなくぐらいですね。すごい。水飲んでるわ。こういう生態あったんだ。飛んでね、攻撃するのに特化してるんで、空中戦とかね、わ、変なやつ来た。空中戦をスタイリッシュにね、逃げても、こうやって、できるんですよね、本当は。あれ、どこ行った？俺、用事あるのはプケプケなんだけどね。逃げやがった、あいつ。はあ？めんどくせえ。どこ行った？うわ、最悪だ。空中戦をね、スタイリッシュに決めれるってことでね、まあ、クシャルとかね、結構、ね、活躍できるんじゃないですかね。まあ、6機弾はね、もう、だいぶ お疲れのようですが、もうね、退団した人も何人かいて、結構厳しい状況ではありますがね、ベヒーモスね、一度やるとね、もう一回、このモンハンに対しての情熱とか出てくると思いますね。僕もまあ正直、ベヒーモス出てくるまでは、もう終わりかなって思ってたんですけど、ベヒーモスのおかげで、ちょっとね、復活しましたね。なのでね、皆さんもぜひ、まあ、かなり強いですけどね、ベヒーモス。ベヒーモスめちゃくちゃ強いですよ、最初。もう、なんなのこいつみたいなね。お、これ。総中魂の、乗り攻撃。これ、いつまで続けれるのかな？ずっとできるのか？めちゃめちゃ良くない？あ、すごいよね。乗り攻撃ずっとできるんだよ、これ。倒れるまでできるのかな、これ。あ、一応、あるんだ。できた。よし。まあ、総中魂、正直全然わかりませんけども。総中魂のこと何も言ってなかった。お、まひったぜ。にゃんここのおかげかな。大技みたいのないのかな？大技繰り出さないかな？大技がないのかな？この虫もよくわからない。かっこいいっすね。かっこいいっすけど、何の役割果たしてんのかわかんない。どうやって扱うかわかんない。爆発した。どこ行った？虫がね、どうやって。虫だけで攻撃とかできるんだよね、確かね。あんなとこにいら。かっこいいけどね、こいつ。虫ね、水色のやつ。これも FF に出てくんのかな？この虫だけは出てこないか、さすがに。あとサボテンがどうなったのかな、そういえば。あれはイベントじゃない、特別任務だけにしか出てこないのかな。あいつ捕まえたいんだけどね。2種類いるはずだから。
すいません、なんか尻尾切っちゃって。空中戦やりたいのよ俺。空中戦やりたいの。やっぱリオレイヤーにすればよかったね。実はねこれ撮り直しなんだけど、さっきリオレイヤー言ってたんだけど、この虫がねまだ揃えられてなかった、設定してなくてさ、 FF のやつになってなかったの。普通の虫だったからさ、これ撮り直しでプケプケにしたんだ。ちょっとリオレイヤーまた行くのめんどくさかったからプケちゃんにしました。もうすぐ終わるんじゃないかな。弱いね。いや初めて上位行った時のプケプケは強かったけど、でさこの武器かなり強いよね。攻撃も4ある。お攻撃もさ確か装備だけで4できるんじゃなかったかな。ねそんぐらい、3か4ぐらい全部つけるとそんぐらいになるし、しかもこのゲイボルグ総中魂に合わせたシリーズスキルも発動するからね、なかなかかっこいいよねこの装備も。いやー素晴らしい装備ですね。これはかっこいいですわ。いやーみんなでね6機団でこの装備とゲイボルグ揃えてなんか行きたいっすね。企画してやりたいんですけどね、どうでしょうか皆さん。まあまたどっか都合合えばねやりましょうよってことでね、こんな感じで第3弾使わない武器シリーズ第3弾以上です。どうも FF おもひげでした。